こんにちは、新しい友達、樋口久子、三菱電機レディス、初日29日、武蔵ヶ丘ゴルフコース、埼玉県6585ヤード、パー72。樋口久子、三菱電機レディスが、30日、金に開幕、午前7時30分より続々と選手たちが、ティーオフしている。10月16日からの富士通レディースで2日目のスタート前に棄権した安田祐香も8時30分にティーオフ。スタートホールをパーとしてコースに飛び出した。安田は9月のデサントレディース東海クラシックからは頸椎捻挫のため3試合を欠場し、富士通レディースでの棄権を経ての本大会、まずは1週間の完走を目指し戦っていく。また本大会には海外転戦を終えた渋野日向子も参戦。国内ツアーへの出場は6月のヤースモンダミンカップ以来となる。初日は同世代で今季1勝の小祝さくらと、今年9月の日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯優勝の永峰咲希とのグルーピングで午前10時にティオフする。同じく米ツアー帰りの川本傑も久々の国内ツアーでの試合を迎える。午前9時20分に上田桃子、浅井咲希と共にスタートする。その他、昨年大会覇者の鈴木愛は稲見萌康氏、原恵里花と同組で渋野の1組前でティオフ。昨年は本大会から3週連続優勝を果たして賞金女王、体感今季初優勝を目指していく。完走を目指す復帰戦、安田祐香フルスイングは触れてきている。国内女子、樋口久子、三菱電機レディスゴルフトーナメント、事前29日、武蔵ヶ丘 GC、埼玉6585ヤード、パー72。頸椎捻挫から4戦ぶりにツアー復帰した2週前の前戦、富士通レディース第2ラウンドスタート前に棄権した安田祐香。1週間のオープンウィークを挟み、だいぶ良くなってきた。首を曲げた時の痛みは少し残っているけど、スイングの時に痛みはないですねと話した。富士通は首痛により棄権した。思いっきり振れないというか、首痛によりドライバーとか思うような球が打てなくて大事を取りましたと当時の状況を説明した。患部のケアを行い、前週は練習やラウンドで調整、フルスイングは振れてきていますと回復傾向にある。今大会は最高気温20度以下の予報もあり、寒さを不安ですねと懸念点に挙げる。ただスタート前のウォームアップで体を普段以上に激しく動かし、心拍数を上げたり朝にしっかりアップしようと思いますと対策を取るという。まずは完走を第一目標にする復帰戦。第1ラウンドは大山志保、佐々木翔子と同組だ。ラフは長いとか感じなかったんですけど、砲台グリーンがほとんどで、グリーンのアンジュレーション気づくも強いですねと警戒心を強めた。埼玉県飯能市、林陽。次のオーディオビデオでお会いしましょう。